ケープタウン周辺の長官ズケープポイント希望本。ケープ半島は南アフリカ共和国西ケープ州にある半島。アフリカ大陸南西部の先端に位置する。全長は約 75km。南端には希望ミネートケープポイントがある。北部にはテーブルマウンテンがある。テーブルマウンテン国立公園に指定されており、また、 ケープ植物区保護地域群として世界遺産に登録されている。ケープタウンからフォルスワン沿岸の町、ミューゼンバーグを通ってサイモンズタウンまでは近郊路線であるメトロレール南部線が走っている。大西洋とインド洋の境界点は希望峰ではなく国際水路機関によって南東に約2 0 0トルのアガラス岬と規定されている。 約6000万年前までは島であったが、海底からケープフラッツが出現したことにより、陸続きとなった。2000年の自治体再編により、ケープ半島全体は、ケープタウン市都市圏に含まれている。世界の美しい階段エクスナレッジ、2015年、185ページ。ISBN 978から4から767820422。テーブルマウンテン。 ありがとうございます。